まばゆいばかりの光が一つこの星の地上に浮かび上がると、それは一瞬のうちに膨れ上がり、星のすべてを飲み込んでしまった。この時星は打ち震える。地上のあらゆるものはなぎ倒されたという。光の打撃の去った後に残ったものは動くもの一つない荒漠とした大地だけであった。そして星は死の沈黙に支配されたのだった。どれくらいの時が流れたのだろう。死に絶えたはずのこの世界にある異変が起ころうとしていた。突然恐ろしい姿をした二人の魔物が現れた。ミノタウロス、また落ちたな。スケルトン、これで108個目だぞ。今落ちたやつもやはりあの石板なのだろうか。人間が滅び去り、ついに我々魔族の時代が来たと思っておったのにな。どうやらそうもいかぬようだ。我々の魔界のそばに打ち込まれた石板を作れるような生物がまだどこかにいるというのか。あるいはな、それをこれから我らが調べねばならん。ふん、我々の邪魔をするような連中ならこの俺がことごとく叩き潰してくれるわ。相変わらず威勢がいいな、ミノタウロス。だが今回は偵察が目的だ。戦いは二の次にせねば。その時突然一発の銃声が轟いた。くわっ、頭を砕かれたスケルトンはその場に倒れ伏した。おお、スケルトン、スケルトン。貴様何者だ。手に銃を持ったエイリアンが立っている。スケルトンはあの銃に倒されたんだろう。そしてエイリアンはおもむろに喋り始めた。私の言うことを君の仲間たちに伝えなさい。つまらぬ抵抗はしないこと。私はいつでもあなたを撃つことができます。我々チリウス星人はこの惑星をチリウス星の第203植民星として定める。抵抗する者はには死が与えられる。答えは2つに1つ。我々に従うか、戦って滅び去るか、明日の朝まで返答を待つ。さあ行きなさい。そしてあなたの仲間にこのことを伝えるのです。こうしてやもなく魔界へと戻ったミノタウロスから報告を聞いた魔族たちは激怒し、直ちにエイリアン討伐隊を組織した。魔族エリスグリの勇士たち12人が召集されたのだ。彼らに与えられた使命は2つ。天空より降り注いだ石板の謎を探り、またエイリアンをことごとく打ち滅ぼすこと。壮絶な戦いの予感を胸に12人の魔物は旅立った。今地球の運命を決める新たな最後の戦いが始まろうとしている。どうもタブヤンです。今回は単発実況、ラストアルマゲドン、プレイしてみたいと思います。豊さんの1990年ファミコン後期のRPG ですね。オープニング長いよねまだスタートもしてないんだけど、
魔族が主人公ですね。もう人類は滅び去ったんですね。さあ行きましょう。見る。ゴブリン、ガーゴイル、サイクロプス、スケルトン。あ、スケルトン、別のスケルトンなんだろうね。あの銃で撃たれた。4人しかいないのかね今ね。ゴブリン12人って言ってたよね。あと8人いるのかな。普段魔物を相手に戦ってる私ですが、今回は魔界の住人となってね、魔族の代表者たちを。よくぞ戻ってきた。その体を休め、新たな戦いに備えるがよい。一刻も早くエイリアンどもを滅ぼすのだ。これなんだ、石板。知識と欲望が手を結ぶ、止めることができたなら。ほう、いつも同じことを繰り返す愚かさ。なんか心にしみるね。ドキッとするな。獲物がいたぜ。どっちがモンス、なんかどっちが味方か分かんないけど、右側が私たちの接近攻撃。魔法ガーゴイル、ハリケーン。何これ、特殊能力。あ、ボルトショック、アイアンクロー。特殊能力、能力、ボーンアタック。あ、倒した。ダメージいくつ与えたとかないんだ。あ、倒した。ハリケーン倒した。いいね。ダメージ与えた。ああ、初めて出てきた。通常攻撃は弱いね。やばい、こっちもやられるぞ。サイクロプスは眠ってしまった。ヒットポイント20しかないからやばいな。やば、サイクロプス起きるんじゃない、眠ってたのが。起きない。特殊能力が一番いいのかな。特殊、あ、ないんだ。あ、ターキー。ターキーってなんだ、回復かな。ピンウッド使えません。イレーヌ使えません。ボワードで、ボワードね。特殊能力ストームカッター。特殊能力ボーンアタック。あ、一人寝てるんだこっち。サイクロプスしっかり起きろよ、さっきダメージ受けたのに。一回の戦闘が長いね。このゲームどうだ。 OK、 サイクロプス起きろ。どうにか起こされた。だってもう接近攻撃でいいんじゃない。あとは接近攻撃。やめろ。どうだ、特殊能力の方が全然いいよね。ほら8ダメージ弱いじゃん。倒した。 OK、 戦いに勝った。350のジン、なんかレベル上がった。あ、なんかダメージ受けてる。え、誰が王なのか、それが正しく決められたことはない。だってちょっとダメージ受けてるんだけど。特性、あ、なんか深いゲームだね。武器作成、防具作成、千里眼、記憶力、魔法、ボワード、イレーヌ。あー、イレーヌってここに戻ってくるってこと。なんか毒みたいなの受けてるんだけど、回復してくれる。あ、回復してもらった。オッケー、他の石板読もう。種族を忘れ、己のことしか考えなくなったとき、すべては発動された。何のこと言ってるんだろうね。欲望は世界を動かした。しかし世界が欲望に耐えられなくなるときが来る。深
すぎてよくわからない。わあ、またいっぱい出てきたな。なんだこりゃ。あ、サイクロプス死んでる。ヒットポイントゼロだ。なんだよおい、どうなってるんだ。スケルトン毒に侵されたって。マジか、これ逃げた方がいいんじゃないの。天と地は支配されるべき存在なのだ。ほう。見えるものだけが世界のすべてか、答えるものはいない。目的が全然わかんねえ。ああ、もう毒です。3人死んだ。ガーゴイルしかいない。逃げる。この世界、毒を受ければもう命に関わりますね。歩けば死んでしまうっていうね。普通毒受けてもなんかドラクエとかだったらヒットポイント1で生き延びるんだけど。厳しい条件ですね。ちなみにこのラストハルマゲドン、パソコン版が元祖なんですよね。あ、石版またあったよ。未知なるは希望なれど、知れた後に絶望となる。なんか後ろ向きな情報ばっかりで。うわー、やばい。逃げれるか。逃げろ。やばい、ガーゴイル死んじゃう。あ、死んでしまった。一撃でモンスター全滅。魔物たちは敗れ去った。口ほどにもないやつら、口ほどにもないないやつらだ。なんか誤字が多いね。エイリアンの勝ち誇った笑いだけが辺りにこだまするのみであった。え、コンティニュー。ああ、セーブしてない。マジか。もう一回初めからやりましょう。なんかあの石板の奥にね、コテージみたいなのあったんだよね。そこまでちょっと頑張っていきたいと思います。よし、戻ってきましたよ。入ってみよう。ここエイリアンベース。あ、そこには地球外生物が何匹も集まって体を休めていた。おい、あそこに化け物がうじゃうじゃいるぜ。襲いかかりましょう。イエス。はっ、血祭りにしてくれるわ。魔族はその一団に襲いかかっていった。おお、エイリアンの奇襲を受けた。よし、行くぜ。魔法ボス戦だよね。ボワード、特殊能力ストームカッター、特殊能力アイアンクロー、そしてスケルトンはボーンアタック。再現、どれほどの攻撃力だ。うわ、19。ガーゴイルでも生き残ったよ。あー、スケルトンやられるのか。あー、スケルトン死んでしまった。相手の方が上か。おお、19生きてる。ゴブリンいった。相手の方が素早さが上なんだよ。あ、倒したぞ。再現、ガーゴイルストームカッター。よし、あと1体アイアンクローで終わりだ。なんかプロレス技みたいな。やったぜ。スケルトンが死んでしまった。一個は ID パーツを手に入れた。どうしたらいいんだろう、 ID パーツ。
よくわからない装備。ゴブリン装備する武器、防具。どういうことなんだろうね。石板、ここ最後行きたい。やばい、もう死んじゃうかも。生き残れみんな。ボワード、マジックポイントって戦えば回復するのかな。ただスケルトンが死んだままなんだよね。ボルトショック、なんか何ポイントダメージ与えたとかがないからなんか爽快感がないっていうかねいろいろなんかハテナマークになるよね。人の目に見えぬものは否定されてきた。そうですか。最後までご視聴。あ、飛行中。あ、ガーゴイルがいれば空飛べるんだ。 B ボタン押したら、すげー、着地しました過去と未来は知り得ぬのか。いや、一度は知っていたはずなのだ。偶然出会ったとしても事実には違いないのだ。もうなんか書くことなくなったのかな、石板。あれ、ここは、ここの石板入りたい。存在の消滅を恐れる者は正しい道を歩む。これ空飛んでれば、ああ、空でも敵いるのか。なんか強そうだぞ。大丈夫か。いけるか。ヒットポイント1しかないんだけど、回復の方法とか全然わかんないしねあ、70ダメージあったけど倒せない。ストームカット、60ダメージ与えたけど倒せない。あ、ゴブリンやられてしまった。サイクロプスいけー。最後まで諦めるな。よし、ガーゴイルさえいれば空飛べるからね。接近攻撃、ストームカット、よし、やったぜ。我々の言葉は血と肉をもたうの人には通じない。なんのこっちゃ。遥か昔、人間と魔物が共に存在する時代があった。人間は滅びてしまったんだよね。行けるとこまで行こう。よくわからないゲームだけど生き残りたい。アイアンクロー、エイリアンをたくさん倒す、ああいうなんかエイリアンが集まるところがいっぱいあって、それを制圧していけばいいのかな。魔物がね、オープニングで12体いる、選ばれし12魔族って言ってたから、あとはね、交代制にしてほしいよね。あと8体いるはずなんだけど、街みたいなのがないんだよな。ガットマイオーだって、オーマイガーって出てくるかなこれらにもう逃げよう、逃げろ逃げろ、オーマイガーッそれが言いたかった。あー、ガーゴイル、オーマイガーッ。本日2回目のゲームオーバーでした。最後までご視聴ありがとうございました。ラストハルマゲドン、なんだか女神転生の魔物が主人公になった感じの、だいぶ違うか。独特の世界観でしたね。 PC 版もやってみたいな。ストーリーが楽しかったですね。はい、ということで次のレトロ RPG でまたお会いしましょう。さよなら。